ファイナルエディションっていうなんか悲しい名前ですけど、ライブもついに終焉です。2007年デビューですからね。まあよく一つの世代というか一つのモデルでここまで来ましたよね。まあ、これあのマニュアルしかないんですね。ベトラグフォードの、ツーペダルではなく、まあ一言で言えばですね、古くないね。全然やっぱりまあインプレッサがあんま新しさを感じないのに対して。古くないね、いいね、やっぱ曲がり方がね、全然いいね。曲がるよ。はい、こんにちは、桂真一です。今日はランエボの、ファイナルエディション、富士スピードウェイのショートコースですね、乗りに来ました。2007年の誕生ですけども、一言で言ってですね、全く古さがない。その間ですね、2007年以降、GTR が変わったり、最近ではランボルギーニのウラカンですとか新しい四駆がどんどん出てきているんですけども、全くですね、その四駆としてその四駆のネガな部分がなく、曲がり加速し止まるっていうその動きがですね、すごくいいですね。でこの車はファイナルエディションは5速マニュアルのみなんですけども、まあ多少そのフロントが軽いらしいんですけども、まあ、その影響もあって。その車の動きですね、旋回中のアクセルオフだとかオンだとか、アンダーステアオーバーステアニュートラルっていうそのドライバーが操作して操れる部分がすごく幅広く残されてます。まあ、という意味で、ファイナルとは言いながらなんでなくしちゃうかなっていうのはもうすごく残念でなりませんね。ということで、ファイナルですけどもとっても楽しい車に今日は乗れました。